と少しだ。この壁を乗り越えれば、俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か？うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。おお、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ、それでは新しい機能について説明いたしますね。もっと拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら、彼女に渡してくれればさらに改良できると思うよ。わかった。始めましょうか。トレーニングははかどってるかい？余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。
ベジータ君ならきっとうまくやれるよ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、こっちの話だよ。見ていろカカロット、貴様を超えるのはもうすぐだ。遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。こんにちは。さようなら。みんな修行して腕上げてっかな。こんにちは。はい。さあ、トレーニングを始めましょうか。決めるわ。あいつ、この私の計算を上回ることも嫌だ。
バカはバカなりに抵抗してみなさい。おめでとうございます。遅かったな。わりわり。でも、すまねえな。お父さん、わりな。遅くなっちまって。ピッコロ、そっか。よかった。修行の手応えはどうだ、僕。人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか修行の成果が分かる日は近いようだな。